ストーンズ松村北斗、韓国進出を叶える、すずめの戸締まり、岩井俊二、ラブレター。何わ男子道枝俊介を超える、国際的支持。ストーンズの松村北斗28が、韓国で開催された、第28回プサン国際映画祭に参加したものの、2日目の映画、霧への歌、のイベントを欠席したことの天末を語っていた。 松村は、初めて海外の映画祭に参戦してきたと報告すると、歓迎されるか不安で、油汗が出るくらい緊張していたが、レッドカーペットで現地の松村ファンに声をかけられ、めちゃくちゃ嬉しかったと解雇。続いて、次の日の夜は、キリエの歌のイベントだったので、朝からワクワクしていたと語った。しかし、夕方になると体調が悪くなってきて、 最終的に起き上がれないほどに、イベントを欠席することになったと明かすと、田中樹28が、京本大我28からメンバーのグループ LINE に、北斗大丈夫と連絡が来たのは、そのことだったのかと納得した様子。松村は、思いがけない人がね、と嬉しそうに応じた。その後、日本でのイベントも終わり、 お疲れ会が行われたそうで、共演した広瀬すず25も参加。広瀬がその場を盛り上げようとしていたので、松村も韓国での体調不良をネタにギャグを披露したが、ドスベリしてしまったと告白。岩井監督は、今後、何作も一緒にやっていこう、と言ってくれたが、岩井組では一生ふざけない、と反省していた。 映画関係のイベントでも、いつも通りの挙動不振ぶりを発揮していた松村。しかし、本人も語っていたように、韓国での松村人気はかなり高いようだが、松村が声優に初挑戦した、昨年11月公開のアニメ映画、すずめの戸締まりが韓国でも今年3月に公開され、 観客動員数550万人を超える記録的ヒットになったことが大きいですよね。さらに、岩井俊二監督の人気が高く、映画ラブレターは韓国で1999年に公開されブームを巻き起こしましたが、今でも根強い人気です。その相乗効果もあって、松村の登場はより盛り上がったのでしょう。芸能ライター。韓国では、 何は男子道枝俊介21も昨年11月に公開された主演映画今夜世界からこの恋が消えてがヒット道枝はファンの熱い思いに応えるため今年1月に韓国を一泊二日で訪れ5劇場で合計13回の舞台挨拶を実施している大人げとなった道枝が松村はそれを超えられるか 松村は今回、岩井監督からさらなる出演を求められたと言っていました。もし、それが実現し、韓国で公開されれば、岩井監督作品の人気が後押しして、松村の人気も爆発するのは確実でしょう。全道自身のブログで、韓国でのライブ公演の夢を語っていた松村。俳優としての松村とともに、 ストーンズの韓国への本格進出は意外と近いかもしれない。